にちは、シフォンの代表の松浦です。シフォンが必要としている人材は美容が好きな人なんですけど、美容師をやって美容師という仕事を志して、よかったなと思える人材が欲しいなと思います。どこのお店に行ったりとか、どこのお店に行ってもどこの美容師さんにも負けないような、技術だったりとか、美容師として、潰しが効くというか、通用するようなそんな美容師になりたいなって人がうちには合うんじゃないかなと思います。技術もそうだし、お客さんとの接客もそうだし、たくさんのお客さんをつけるっていうこともあるかなと思うんですよね。そういう風な美容師になりたいなっていう人が一番求めています。こんにちは、シフォン川口店の、店長中島です。そうですね、今後のお店が目標としていることは、スタッフが、安心して長く働ける、会社を作ることです。そのために大切にしているのが、美容視力の、高いスタイリストに、育てることです。技術力、接客力、提案力、人間力、この4つに、重きを置いて、スタッフ育成をして、たくさんの、お客様に、支持される、美容師になってもらうことです。美容師として、成長することが、その人の、人生も、豊かにすると思います。美容師として、成長できる環境が、働くスタッフの、安心につながると思います。自分の指名をしてもらったりとか、技術をしてありがとうって感謝されることがやっぱ一番やりがいを感じますね。以上です。得意な技術はカットです。例えばカットでカットで得意なのがショートヘアのカットが自分の得意だと思ってます。ショートでも基地のこだわり持ってシルエットだったりとか、あといろんなものを考えてカットしてるし、特に嬉しかったりするのがバッサリ髪を切った人とかっていうので、次回いらっしゃった時にあとすごいやりやすかったとか、スタイルチェンジがすごいできて、イメージチェンジができたっていう声聞いて喜んで帰ってきてくれるお客様がいたりすると、この技術自信持ってやってよかったなって思ったりするので、カットって素晴らしいなってすごい思ったりします。これいっぱいありますね。僕が思うには、スタッフ同士の、仲の良さなんですよ。で、仲がいいって、例えば、友達同士みたいな感じの仲の良さじゃなくて、なんか尊敬し合えたりとか、そういうのもできるんですけども、プライベートでも結構いろいろどっかに行ったりとか、バーベキューしたりとか旅行に行ったりとか、そういうふうに、本音でなんか付き合えるような仲の良さがうちはあって、で、それって多分、その人を好きにならないといけないし、で逆にあっちも好きでいてもらえないと、やっぱりそのお客さんを任せたりする上でやっぱ信頼関係がめっちゃ大事だと思うんですよ。でその信頼関係が築けるっていうのが、うちのいいところなのかなと思います。だからお客さんも満足してくれるし、スタッフも満足してくれるみたいな、そういうところがうちのいいところなのかなと思います。尊敬できる人もいっぱいいるんですよ。例えば技術が上手かったりとか、あと撮影がうまかったりとか、メイクがうまかったりとか、なんかそのカットだけじゃなくて、いろんな技術に対しての、スペシャリストじゃないですけども、うまい人がいっぱいいるんで、その人たちの、やってることを教えてもらえたりとかっていうのを身近でやってくれるので、それで、僕も成長できてるのかなと思うので、そういうところが資本のいいところなんじゃないかと思います。
美容師になったきっかけは、まあ、接客がすごい好きなので、まあ、接客業に就きたいなっていうのを思ってたんですけど、まあ、そこで、まあ、自分のなんかやりたいこと何かなって考えたら、なんか結構、まあ、紙に携わる仕事がいいなと思って、まあ、ヘアアレンジだったりとか、まあ、カットっていうのがすごい興味あったので、まあ、それで、まあ、美容専門学校に体験でこう行ってみたら、まあ、いろいろこう体験してみて楽しいなって思って、まあ、専門学校入って、まあ、美容師になりました。僕の将来の夢は、シフォンの傘下系列で、自分のお店を一応持つことです。で、シフォンではたくさんいろんなことを学ばせてもらってる最中なんですけど、その学ばせてもらったことを、存分に発揮できる、まあ、自分のお店を作り、でさらに今後将来ですね、下の子たちが多分たくさん入ってくると思うので、そういった子たちが、輝ける場所を作っていけるように、頑張っていきたいと思います。就職フェアみたいなので、いろんなお店が集まるところのフェアに行った時に、シフォンのお店をのお話を聞いて、その時にサロン選びで意識したことが、人間関係を意識してて、シフォンのスタッフの人がその時にすごいみんな楽しそうに、なんか仲良さそうにしてたのを見て、あ、いいなって思ったんですけど、そういうのって大体お店に行くと変わるのかなって思ったんですよ。だけど実際にお店に行って、スタッフ同士の人とか話してるのを聞いても、全然なんか何ら変わりなく、素敵な場所だと思って、私はここに決めました。なんか普通の寮って言っても普通のマンションみたいな感じで、一人一人の部屋がちゃんとありますね。同じ建物に同期とか後輩とかたくさんいるので、困った時とか助け合ったりで、あと連絡取り合って一緒に集まったりもしたりします。私は一番は人間関係を重視して選びました。やっぱりなんか美容室って働く時間も長いので、一緒にいる、時間が、スタッフと一緒にいる時間がすごい長くなるので、それで人間関係が悪いと、まあ、働きづらいかなっていうのをすごい思っていたので、そこを、一番に考えて就職したんですけど、シフォンはなんか営業以外のところでも結構ご飯行ったりとか
休みの日に会って富士急行ったりディズニー行ったりとか、なんか結構先輩として、同期だけじゃなくて先輩ともそういうところに一緒に行けるのがすごい仲がいいところかなって思います。でもただ仲いいだけじゃなくて、なんだろう、なんか思ったことをちゃんと言える関係だったりとか、ダメなことはちゃんと指導してもらったりとかして、ただ仲良しクラブとかじゃなくて、ちゃんとお互い高め合える関係が維持できているのがすごいいいところかなって思うので、ぜひ来てください。